23歳、会社員です。なんか一緒にいたいなとか言われたら、自分が気になってる人だったら、あ、自分も一緒にいたいなとは思いますね。26の、アルバイトしながらちょっと絵を描きつつみたいなことをしてます。24歳で会社員やってます。相手によります。相手の好感度が高かったらまあ別に至るけど、そこまでだったら嫌帰ります。本当に好感度によりますけど、多分美味しいご飯かデザート出すよって言われたら行っちゃうかもしれないです。食べさせてってなっちゃいますので。逆にあの可愛いとかそういうの言われたくない。あ、なんか合うねみたいな、好み合うねみたいなのの方がいいですね。可愛いとかって言われるのはあんま信じられないから、シンプルに言ってもらうといいかな。